0506シーズンですか、うん、ここでラリーガと、CL の2冠達成、2008-2009シーズンですかね、うん、スペイン史上初の3冠、2009年っていう単位で見ると6冠、うん、出てる、大会全部優勝とですね、これはまさに無敵の時代ですね。クライフが作った、まあ、バルサの哲学をもとにバルセロナが今後こうどうなっていくんですか。2000年代に入ってくるとバルサがいよいよ世界的なビッグクラブに成長していくことになりますね。大きなきっかけになったのが2003年の、ジョアン・ラポルタ会長の就任ですね。おー、ラポルタさん、はい、でまあ、彼はバルセロナ出身の弁護士なんですけども、熱心なクライフ派閥の人だったんですよね。もともと弁護士としてクライフ個人だったりとか、クライフが持ってる財団の弁護とかもやってたらしいんで、結構クライフと近い人ではあったんですよね。なんで第一次ラポルタ政権の時はクライフがまあ実質的なアドバイザー的な感じになってました、ね、はい。2003年会長就任してすぐにライカールとか監督になって、で2008年からペップ・グラルディオラが監督になりますけど、それもかなりクライフの推薦があったというふうに言われてますね。へ、はい、そもそもその選挙の時に公約を掲げてまして、その時はベッカム取るって言ってたんですよ。なんですけど、そのベッカムを銀河系軍団のマドリに奪われちゃうわけですね。でその代わりに取ったのがロナウジーニョなんですよ。あ、パリ・サンジェルマンにいて、はい、でまあ、それがでも最終的には成功はしましたよね。ロナウジーニョが来たことによってチームは大きく変わっていったっていうのはありますね。じゃあロナウジーニョも取る時にクライフさんがこう言ってたんですかね。ロナウジーニョに関しては当時副会長にサンドロ・ロセイっていう方がいたんですけど、その方がもともとナイキとかの役員だった方で、結構ブラジルのコネクションが強かったんですよね。そこが結構物を言ったとは言われてますね、はあ、はい、面白い。強かったですね、あの時。あの時は強かったですね。だからライカールト監督時代と0506シーズンですか、ここでラリーガと、CL の2冠達成で、まあ、当時の主力でいうとロナウジーニョ、デコ、エトー、プジョール、マルケスとかね、あとメッシが2004年ですかね、デビューしてますね。でももうこの時シャビもいたでしょ。シャビもいましたね、はい。イニエスタも若手でいたよ ね、いたけどまだ完全なレギュラーって感じじゃなかったですね。レッツと試合やったんですよ。あ、そうですね、それが2005年でしたかね。そうで、その時に、はい、あのチアゴ・モッタがいたの。はい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 、はい、左利きの背が高いボランチで、でも出てないと、普段でもめちゃくちゃうまいなみたいな、はいはいはい、ちょっと今朝その時の話うちのチャンネルの方でさせていただいて。あ、そうなの。でもいいですかね。ああ、わかりましたわかりました。それはそっちの方で話するのね。その時のレッツ対バルサの思い出のお話はサッカーダイジェスト TV の方でお話いただきます。わかりました。じゃあそれは置いといて、はい、バルサの話に戻りましょうか。そうですね、ついに2008年ですかね、当時 B チームを率いていたペップ・グアルディオラをトップチームの監督に大抜擢したのもこのラポルタ。それもまあ結構クライフの後ろ盾はあったというふうに言われてますね、やっぱり。で当時経営陣の間ではモウリーノって話もあったらしいんですよ。でモウリーニョも昔バルサで通訳をしてた時代とかがあって、まあ若干つながりはある人なんですけど、やっぱスタイル的には全然違いますよね、モウリーニョとバルサって。なのでまあその辺でいろんな候補がいる中で最終的にはペップになったっていうふうに言われてますね、はい。ペップの時代が来るわけじゃないですか、はい、どういうふうにチームを変えていくんですか。ロナウジーニョとデコをまずクビにします、ロナウジーニョ、デコ、エトーはうちのチームには居場所がないって公言しましたね、その時は。就任会見みたいなのね。そうですね、会見でやりました、ね、ロナウジーニョは、はでもその時の主力ですよね、うん、まあ、はい、あれはいろんな問題があったって言われてますけど、やっぱ一個やっぱ規律の面でしょうね、やっぱり。どうしてもロナウジーニョとかデコはビッチ外で夜遊びが多かったりとか、練習態度だったりとか、そういうところはかなりペップは厳しい人ではあったんで、一個の原因になったと言われてますね、やっぱり。
まあ、エトーは結局残留するんですけど、まあ、ロナウジーニョとデコをクビにしてカンテラ出身の選手を中心にチームを作り変えてたってイメージはありますね。ピケがマンチェスターユナイテッドにいたんですよね、うん、ちょっとくすぶってる感じもあったんですけど、うん、そのピケをバルサにまず呼び戻す、うん、さらに B チームにいたブスケツとかペドロを昇格させますね、うんうんうん、傍から見てるとロナウジーニョとデコは出す、万有でくすぶってたピケを呼び戻す、うん、B チームからブスケッツとペドロを昇格させる、うん、大丈夫なのかこのチームって見方はありましたよね正直。なんですけど、うん、1年目 2008-2009 シーズンですかね、うん、スペイン史上初の3冠ラリーガ CL コパデルレイですかね、翌09-10シーズンですかね、うん、前半戦はそのスペインスーパーカップとウェハースーパーカップ、あとクラブワールドカップですかね、うん、ここも制覇して、だから2009年っていう単位で見ると6冠、うん、出てる、大会全部優勝とですね、これはまさに無敵の時代ですね。でそれ1年目でやったってこと、ペップが。そうですね、ペップ1年目でやりましたね。でもそれって結局ペップを監督に据えたラポルタ会長、はい、まあ、もちろんそのクライフっていう後ろ盾がある中で、これだけこう成績収めていますけど、会長としてどんなことをやってたんですかね。この時代ってサッカービジネスがどん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 進化していく時代なんですよね、うん、だからやっぱり放映権料がアップしたりとか、うん、外国の資本がどんどん入ってきたりとかっていうとこ含めて、うん、そのいわゆる選手コスト、移籍金とか年俸がどん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 上昇する時代なんですね。お、確かに、はい、うん、でそうなってくるとやっぱバルサもそのソシオの会費とかチケット収入とかだけではもうちょっと太刀打ちできない時代になってくるわけですよ、うん、なのでそのやっぱコマーシャル収入っていうところを増やさなきゃいけないと、うん、なんでちょっとそのビジネス的な路線を加速させた時代でもありますね、ラポルタの時代は、うん、で前シティの時にちょっとお話しさせていただいたフェラン・ソリアーノっていうね、うん、彼が当時 CEO としていたんですよね、うん、このラポルタ GM の中に、うんうん、あとさっきロナウジーニョの時にお話ししたサンドロ・ロセイっていうのが副会長だったんで、まあ、彼も結構ビジネス的な事業をやってた方なんで、うん、まあ、彼らが中心になって国際マーケティング部っていうのを立ち上げるんですよ。でそれによってやっぱりそのバルサブランドを世界で売っていくっていうところをやってた時期ですね本当に。だからまあ本当スポンサー営業の強化だったりとか、あとやっぱさっきケイトさんがされた国外ツアーっていうのをすごい増やした時期でもありますね。あと日本の絡みで言うと2006年に楽天とマーケティングパートナーシップっていうのを結ぶんですよ、うん、であの辺もやっぱマーケティングの一個の施策の一個ではありますよね。で全体のオーガナイズはもちろんラポルターが取ってたと思いますけど、その下にいたソリアーノとロセイっていうのはこのバルサはビジネスを大きく広げていく上では結構キーマンになった2人だったら間違いないですね、やっぱり。なるほど、うん、しかもそのロセイが2010年ですね会長になるんですよ。お、それはラポルタさんと争って勝ったってことですか。ロセイは、うん、その前に実はラポルタと一回揉めていて辞めてるんですよバルサを。で、まあ、ラポルタが、任期満了になった時にまた改めて会長選挙が行われることになったんで、うん、まあ、自分が立候補したっていう感じですね、うん、ロセイさんってどんな方だったんですか。ロセイもバルセロナ出身なんですけど、うん、バルセロナ五輪の組織委員会のスポンサー担当部長とか、うん、あと当時サッカー界でこう利権を仕切っていた代理店の ISL っていう会社があるんですけど、うん、そこの幹部、さらには96年にはナイキにも入るんですよね。でそのナイキにいた時にスペインポルトガル担当のマーケティングのディレクターやってた方なんですよ、うん、で96年にバルサがナイキと契約した時にそのナイキ側の人だったんですね、うん、ロセイは。なるほど、はい、そういうつながりもありますね。で後にそのリオに移って南米マーケティング部長とか、うん、ブラジルサッカー連盟の契約を管理したりとか、うん、そういうことをやってた方ですね。なるほど、はい、2010年の会長選挙では史上最高の 61.35% の得票率、うん、はい、を得てますね。でこの人はちょっとラポルタと路線が若干違って、うん、クライフ派ではなかったんですよね。どっちかっていうとクライフとも若干メディアを通じて絶戦するような方でした。なんかクライフの意見って絶対みたいなイメージあるんですけど、そうじゃない人が得票率で史上最高っていうのはこれどう、はい、何が起きてるんですかね。
この時に関してはラポルタ政権でペップを監督にしてピッチ内では成功結構出てたんですけど、うん、ビジネス的に売上高とかがちょっと若干伸び悩んでた時期だったんですね、うん、なんでそういうところも含めてロセイに票が入ったんじゃないかなって個人的には思いますけどね。で実際にロセイ政権だとどういう成績だったんですか、はい、一番最初の2010-11シーズンはまだペップ在任中で、うん、この時もまた CL とラリーガの2冠達成、はいはい、で2011年は日本であのクラブワールドカップもね、うん、優勝しましたね、うん、この時は、まあ、結構ペップの栄光の時代の最後の方というか、うん、感じでこの2010年の FIFA バロンドールのトップ3メッシ、シャビ、イニエスタだったんですよ、うん、バロンドールの 1-2-3 が全員バルサの選手だったんですよ。しかも全員カンテラの選手。これは結構バルサの人たちにとっては夢のような話というか、監督がペップから、後にビラノバっていう方に変わるんですけど、うん、いましたね、はい、元々アシスタントやってた方なんですけど、うん、彼が監督の時は2012年11月のレバンテ戦ではですね、うん、試合途中から11人全員がカンテラ出身っていう、これもクラブ史上初の快挙でしたね。なるほど。まあ、あのその現場のピッチレベルではそうだったと、はい、ただそのロセイ会長、はい、経営的なその面が支持されて、はい、ソシオから求められて、はい、運営するわけじゃないですか、はい、この経営的な手腕というか、はい、どうだったんですか。ロセイが会長に就任した時点では、うん、バルサ結構やっぱ借金まみれだったわけですよね、はいはい、引き継いだ時だから0910シーズンの収支が7710万ユーロの赤字で、負債がもう4億3000万ユーロまで膨らんでたと、うん、その辺はラポルタ時代のマーケティング策で、まあ、いろんなことやりましたけど、それだけじゃやっぱちょっともう運営が厳しくなってきたって時期。なるほど、はい、それでロセイさんは何したんですか。はい、まあ、一言で言うと聖域に手をつけましたね。聖域、はい、2013年ですかね、うん、この時ネイマール獲得してますね。2014年にスアレスも入ってくるんで、うん、いわゆる MSN が完成するんですね。この時はまた三冠ですね。まあ、このサッカーがすごかった、他を圧倒したっていうのは当然だと思うんですけど、はい、バルトメウさん、これはどうだったんですか。最初の方はうまく経営してるなっていうふうには思ったんですけど、だんだん破綻していく感じはありました。